スタートの派遣のガチャンネルスタートです。本日は高校野球東京大会の予選です。玉川大学と玉川学園と明星学園の試合です。この後まもなくして始まります。ちょうどグラウンドでは今それぞれの選手がダッグアウト前に集まっているところです。向こうは明星学園です。ここは多摩市にあります一本杉球場です。町田市からは若干迂回していかないといけませんが、このこちらの球場に今日は2試合、鳴瀬高校との試合に来ましたが、その後の続く玉川学園の試合も今現在この後行われようとしてますので、観戦をするところです。まもなく試合が始められる予定になっております。終わります。